アメリカのハロウィンはあくまでも子どもたちが主役 で、子どもたちが仮装してお菓子をもらいに行く日であって、このように日本のように大人たちが過度なこうなんていうんですか、羽目外すような要素は全くないので、こんなにね、今日本では災害が続いて人でもお金も必要な時に1億円も税金を投入して、警察も警備を強化しなければならない状況というのは非常に残念に思います。三田さん真面目。